ところにありこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日は先ほど出ました怒りを使っていきたいと思います。タワーでね、いい感じの怒りが出たんですよね。黄金にリフレッシュ3。で、下のところを、虚無。で、痛みサイクル。で、真ん中は、鋭利でも追い打ちでもありかな。まあ普通だったら追い打ちの方がいいかなと思うんですけども、無謀英雄でいきますので、鋭利の方も結構強力になるよね。うん。まあとりあえず、虚無と痛みサイクル、鋭利で今日は行こうと思います。やはりね、ユニーク黄金って書いてあって、その横にカスタムって書いてないの、なかなかレアだと思うんですよね。まあ行きましょう。行きまーす。いやー、しかしね、この通常ステージっていうのが、なかなか久しぶり。オッケー。タワーばっかりやってたんで、この通常ステージっていうのはね、やれてなかったんですよね。まあまあでも、全然余裕でしょう。ノンストップで、行きたいと思います。危ね。とにかく、パワーポーションあれば、なんとかなるから、この装備。危ねえ、めちゃくちゃ危ねえ。なんだここ。ジオマンサーが多すぎる。で、固まらないでくれ。よっしゃ。オッケー。ちょっと矢が少ないな。矢が116本。まあまだ全然足りるには足りるんですけども、できればもう少し数が欲しいな。 OK、 まあまあ進んでるうちに出るんじゃない、それなりにね。 OK、 でもってこの装備で弱点となるのは、まあ、トゲと霊気は特にちょっと弱いかな。あと変更もちょっとやだ。あ、もう霊気が嫌だな。霊気むちゃくちゃ嫌。戦いにくくなるの。オッケー、もう霊気はやめてくれ。よし、キャプテン全部倒します。さあ、なんでできるだけ欲しい。オッケー。いないんだよね、こういう時に限って。こういう時に限ってあまりキャプテンが出ないっていうやつだね。いないな。いや、どんどん出てきていいのよ。この装備だったら全然余裕でいけると思うんで、全然出てきてもらって構わないんですけども、いや、いないんだな。いきまーす。 OK、 キャプテンが、出現する場所っていうのは大体決まってるんで。よし、霊気やめろ。で、固まらないで。うん、すごいな、ここ。 OK、 矢が結構出た。オッケー、いいね。ちょっと矢を回収して。ナイス。意外と出る。これぐらい出てきてくれれば問題ないっす。いやー、もうちょっとジオマンサー一等身あいつ。オッケー、ジオマンサー嫌だな。ナイス。こうパワーポーションがね、こういう感じで毎回出てきてくれれば全く問題ない。で、しかも矢もたくさん一緒に出てきてくれればいい。オッケー、いいね、いいね。敵がね、やっぱね、とにかくたくさん出てきてくれないと維持できないから。
はたくさん出ろ。まあ、ただ霊気は出るな。オッケー、めちゃくちゃいい。今のは危なかったね。今のはトゲだったからちょっと危なかった。いきます。もうそのまま突っ込むね。よし、オッケー。やばいやばい、ないな、敵がいない。こういう風に敵が途絶えてしまうときついのよ。オッケー、あったあった。ああ、いや道は今回結構単純だね。ちょっと、もう、オッケー、もうちょっと敵いない。危ない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 。何してんの。オッケー、よし、オッケー。ちょっと待て、それやめろ。やばい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 、危ねえ。よし、オッケー。危ねえ、危ねえ死ぬとこだった。ちょっと変更やめろ。よし、でもってあと3箇所ね。こうしてこれでいこう。なんか一本道だったから分かりやすかったね。いきます。 OK。 どこ、あ、こっち。やばいやばいやばい、危ねえ。よし、いけてる。なんだこの数は。ジオマンサーやめろ。 OK、 パワーポーションも出てよ。あれを切らさないように行きたい。ナイス、いいね。ちょっとこの霊気はちょっとなんとかしよう。よし、いいね。霊気をね、なんとかできたっていうのはいい感じ。ちょっと待って、ポーションバリア切れそう。ギリギリ、ナイス、いけてる。いいんじゃない。待って、パワーポーション取りたい。ナイス。え、どこ、こうね、こっちで合ってる合ってるね。よっしゃ、 OK。 こいつはひどい。よし、いけた。いや全然余裕よ。でキャプテンもういないじゃん。でキャプテン、え、一体もいないの。キャプテン一体も言いませんでした。いやすごい残念。いやできればねキャプテン仕事いて神秘をたくさん出してほしかった。余裕すぎ。いやむちゃくちゃ余裕でしょこれ。あ、そうか、今回のはあれだ、HP が 100% 増加するっていうのがついてたんで全然余裕だったわけ。なるほどね、それは余裕だわ。はい、ちょっとキャプテン出なくて残念だったんですけども、クリアです。この前出ました、まあ、今日かな、今日出た怒り、まあ、いい感じですね。黄金にリフレッシュで、虚無、エイリー、痛みサイクルだね。本当はエイリーじゃなくて、追い打ちの方でもいいと思うんですけども、
この無謀英雄を使うのであれば、単純な火力の上がる鋭利もいいかなと思いました。はい、ということでまたやっていきます。チェックよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。